札幌市中央区のオフィスビルの一角。午後8時半、急患がやってきました。生後8ヶ月のラブラドールレトリバー。一見元気そうに見えますが、この患者さんはこの靴下を食べちゃったということで、これをどうやって回収するか。ワンちゃんだと気持ち悪くなるようなお薬を使って、お薬を注射して大体8割9割ぐらい吐いてくれるので、多分飲めたものなので多分出るのもいけるんじゃないかなとは思っています。道内におよそ300件ある動物病院の中で唯一夜間専門で診療をしている札幌夜間動物病院。誕生したのは2006年。夜中だから救ってあげられなかったという無念の思いが原動力となり、獣医師たちが夜の緊急手術にも対応できる動物病院を北海道で初めて設立しました。現在では救急医療に携わりたいと全国から集まった獣医師14人と11人の看護師が交代で勤務。診療は365日休みなく、午後7時から翌朝6時まで行っています。音楽のリズムに合わせて行われているのは心臓マッサージのトレーニング。日本獣医救急集中治療学会の理事長でもある川瀬院長は動物の救急医療の第一人者。獣医師や看護師、さらには飼い主に向けて救急医療の大切さを伝えています。僕らがこう小さい頃ってペットってどちらかというと外で飼ってるようなイメージがあったと思うんですけど、今もうペットってやっぱりお家の、まあ、本当に身近な空間に入ってきて、子供と同じような位置にいると思いますので。先ほどのワンちゃん、吐き気を促す注射で無事に靴下を吐き出すことができました。よかったですね。気をつけます。すぐ対応してくれると思わなかったので本当に助かります。ありがとうございます。一晩でおよそ20件の診察。犬と猫が9割を占めますが、中にはウサギなどの小動物や小鳥などを見ることもあるそうです。開業から17年余り、この日夜間動物病院は大きな節目を迎えていました。この日の診療をもって中央区から西区に移転します。引っ越しギリギリまで救急対応が続きます。全然こう移転する雰囲気ないんですけれども、はいはい、そうですね。どうしても今日今晩来られる飼い主さんもいるので、なので、まあ、こういう動物の状態をこう把握するような心電図とか、まあ、そういったものはどうしてもなかなかまだ運び出せないような状況ですね、はい。超音波検査の装置はおよそ1000万円。医療機器はすべて精密機械のため専門の業者が運びます。あそこに見えている ICU っていうものなんですけど、一番大きくてですね、ここの病院に入れる時も全部分解しないとエレベーターに入らないぐらい大きいものなので、あれがこの病院の中でおそらく一番大きいものになると思います。診療が終わる午前6時から引っ越しを始め、その日の午後9時には新たな場所で開業を目指します。1日も休まずに。絶対休まないでやります、はい。やっぱり夜間に状態が急変してしまう子が多いっていうところで、やっぱり僕らが休んだ時にもしかしたら治療すれば助かった子は亡くなってしまうっていうことを考えると、僕らはやっぱり休むわけにはいかない。一日も休まず無事に移転することができるのでしょうか。午前5時、
低血糖で来院した猫が治療を受けていました。診療と同時に引っ越し準備も佳境です。そうですね、だいぶ物を運び出してくれたみたいなので、はい、あともう少ししたら多分業者さん来るので、はい、そのタイミングで持ち運び出せるように。最初に来たのは内視鏡の機材を運ぶ業者でした。早朝の引っ越しってなかなかないですよね。ないですけど、今日1日だっていうんで、私も最初は9時くらいに来ようかなと思ったけど、よく考えたら9時に来たら混み混みになるなと思って、それならもう朝一でやった方がいいな。そして一番大きい動物用集中治療室、3つに分解してなんとかエレベーターに乗せることができました。次々と手際よく機材が運び出されていきます。右も左もわからないところから始めてやってきたので、そうですね、いろいろ勉強させてもらった場所かなと思います。僕らがこの病院で窓の外を見るってことはないんですよ。基本的には夜なので、なんであんな風にこう窓の外を見るっていうのがですね、なかなかなくてですね、はい、引っ越し先は西区24軒、北海道獣医師会館の1階です。もう一個さ、ストレッチャーなかった？ストレッチャーかけない。レントゲンって終わりました。今何を迷ってるんですか？迷ってるところある。開業まであと8時間ほど。9時に始められる気がしないです。完成度合いとしては今 2% ぐらい。午後8時半、開業の30分前にはすでに診療が始まっていました。新しい夜間動物病院は以前の2倍以上の広さに。ナースステーションも備え、検査やカルテの入力がスムーズにできるようになりました。より高度な医療が行えるよう新たな検査機器も設置しました。手術室の隣にあるのがですね、 CT 室ですね。超音波とかレントゲンの検査である程度見えているところと、やっぱりこの機械じゃないと見つけれないところがあるので。そうですね、家一軒は建つぐらいの、金額はしましたので、はい、さらに来月には MRI も導入する予定です。やっとここでとことんこの子たちに救急治療とか手術治療ができるような環境が提供できるなっていうところで、はい、すごく内心嬉しいですね、はい、最新の設備を備えた日本でも有数の動物病院。救急医療のスペシャリストは目の前の命と向き合い続けます。北海道に住む、多くの飼い主さんたちが、夜をこう安心して暮らせるような地域になるように、ここの病院が、そういった飼い主さんたちの安心を、作り出せるような病院にしたいなというふうに思っています。